おはようございます。画家の小木下です。暑いですけどお元気ですかね。ゴミ捨て行っただけで汗かきます。今日はですね、野菜を描いてみようと思います。もう初心者の人のために、お届けしようと思っております。で、まあ、初心者ちょっとできるわという人もこう復習の意味も込めてですね、見ていただければという、全くもって描いたことないという人もいるでしょ。でそういう人にとってもすごく参考になるように頑張って作りますので、よかったら最後までご視聴いただければと思います。ちょっと長い動画になるかもしれません。でまずですね、夏野菜を描いていこうと思いますけども、まあ、こういう風にですね、夏野菜じゃないのもあるやんけって突っ込まれるかもしれませんけども、こういうで、まずですね、こう何を描きたいかっていうのをまず絞ってください。で何を描きたいかってこう難しいんですけども、こうモチーフまず一つ、こいつをまず主役にしてやろう。例えば一番主役に、じゃあ玉ねぎさん、何ですか、ピーマンさん、ナスビさん、人参さん、これやったらこんな感じの順番にちょっと並べてみたんですね。でそういったものをこうちょっと置き換えたりとかしたりとかですね。でこうね、場所もね、ちょっとこう空間広く開けてやろうかなとかですね、例えばこれなんかこっち傾いてますわねとかね、こっちに傾いてますわねとか、これやったらこっちの方がヘタがあってこっちの方向いてますわねとか、そういう動きとかもなんかこう絵の中でですね、動きになってきます。じゃあどんな塩梅がええかなとかっていうことをこう考えながらですね、置いてあげてください。これもすごい大事な要素なんですよ。でどっち向いてるかな。でそれに正解は正直ないです。正直正解ないです。だから皆さんがおええ感じやなとかって思える位置を探すしかないんです。こうやってね、置きながらいろいろ探していきね、立てた方がおもろいかな思ったら立ててみてもいいんですよ。その辺自由です。立てるかな、立てれるかな、ちょっと無理でした。まあそういった感じでですね、少しこういろいろ、今回はまあ初心者向けなので、まあオーソドックスなベタな感じでやっていこうかなと思います。でもう一つこう大事なのは置く場所とかですね、もうなんですけども、影の位置までしっかりと構図考えてあげてください。今こちらに調光の光があるんですけども、例えばこちらから光らせてあげるのとか、いろんな角度によって変わってきますよね。逆光にしてみようかなとか、真上にしてみようかなとか、低い位置にしてみようかなとか、まあ、そんなことによってもすごくこう印象って変わります。だからちょっとですね、例えば低い位置で、また印象変わりましたね。やっぱ低い方が僕はかっこいいかもしれんなと。低い位置から光が当たっている、低い位置から光が当たっているとかっていう感じ、案外これも面白いかもしれませんし、ちょっと速攻気味に今回しとこうかなと思います。それで、影の一番端っこの部分までモチーフだと思って、構成してあげることが大事です。影も絵の一部だぞと。で主役やから前にあるという必要もないです。で、まあ、案外描きやすいのは暗いもの前に持ってきた方が描きやすいです。で、なんでかというと、背景を描かない場合というのは、その暗さと紙の白さのぶつかりによって見えてきます。で、それがコントラストが強いと、後ろの方やけども、黒と白の紙の白と、ナスビの黒がバーンとぶつかったら、ガンと前に出てきますよね。わかります?そのぶつかりがすごい強くなったり。でも今回はあえて、じゃあ後ろの方にも暗く持ってきても手前にちゃんと見えるように描けるかどうかということも含めて、挑戦してみたいと思います。こんな感じでいきましょうか。ライトの位置もこんな感じでいきましょうか。で今日は、これはですね、ワトソンという紙の6号に、この辺りに描いていこうかなと思います。この辺りにですね、ワトソンという紙で、この辺りということなんですけども、しっかりモチーフを見て、でその枠の中で一番上がどの辺に来るかなと、まあこの辺かなと。で一番下ですね、これだとピーマンですね、その辺の位置みたいなのを決めてあげると。でその際に紙のちょっとこう映っていないと思うんですけども、紙のこう上と下の面積みたいなのを見てあげてください。でちょっと下を大きく開けてあげた方が安定感というのは増します。安定感ね、ここですね、こことここ少し上を狭くしてあげた方が安定感、別に安定感のない絵を描きたかったら描いてください。本当にそれは自由なんです。ただもう一般的にこういうふうにこう、まあ一応そういうこうのがあります。まあ、そういった動画もたくさん上げてますのでね、最近ご視聴者になってくださった方にとっては何のこっちゃと思うかもしれませんけども、で鉛筆の腹ね、ちょっとね、
原監督も調子悪いですけど、ここの原を使って、初め描いていってください。それには意味があって、紙のこれワトソンの中目っていう紙なんですけど、凹凸がありますよね、ボコ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 して、でこの凹凸の中に入れてしまって立てて描いてしまうと中に入っていくとちょっと消えにくいんですね。でちょっとこう分かりますね。だから腹で描いて表面を軽くこう優しくなぞるような感じっていう感じで、描いてあげた方が失敗した時に消しやすいと。で、モチーフの一番端ですね。モチーフの一番端、こちらは、人参。でこちらはナスビ。モチーフの端プラス影ね。影も厳密じゃなくていいんですよ。厳密じゃなくて。それはその人のこうね、あのセンスみたいなところも出てきます。センス磨くにはどうしたらいいんやとかっていう話も出てきますけども、センスというのはやっぱりある程度こう経験を踏んでいくのと分析やと思います。自分なりに分析をしていく。どういうことって感じかもしれませんけど、分析というのは例えば自分の好みとか、あ、かっこいいなとかって思うものは何やということを自分の中で、ある程度定義づけていくことですね。あ、また難しいこと言いましたね。要は自分を知るということですよ、簡単に言えばね。自分が好きなものって何やろうなっていうことを考えて、あ、こういうのが好きなんや、あ、こういうの好きなんやけど、これはなぜこうなんかなとかっていうことを知るということを、まだちょっと難しかったね、今ね、話ね。よいしょ。で、形はやっぱりある程度丁寧に取ってください。私はもうシャシャと取ってしまいますけど、で、こういうこう玉ねぎの形なんか見たときに、ちょっとこう重心がずれてるの分かりますか？ずれてるのね。で、ずれてる。で、そういう重心がずれているとかっていうこととか、あ、どこで接しているかなとかっていうことをちゃんと見てあげてください。で、よく言うのはこういうところとかの、こういうとことか、こういうとことかの隙間の形見るんですよ、隙間。隙間の形っていうのはすごいこう、狂いに気づきやすいポイントで、形が取れない人は本当によくあるのはもう、モチーフばっか見てる。でも、ここにできる隙間の形がどれぐらいの細さかな、どれくらいかな、とか、そういうのをずっとおじさん見ていきます。おじさん、こういうところとか、こういうところに隙間産業ですね。隙間の形はどういう形かな、とかっていうのを見ていってます。で、少し形取れてきたら、もちろんこうね、少し陰影とかつけてもいいと思いますけども、私個人的にはもうあんまり陰影とか、受験とかの絵を見てたら結構陰影つけて、デッサンにかなり近いような水彩画が多いんやなっていうのは見て取れますけど、私はどちらかちと今回も水彩絵の具の良さをなるべく活かした。デッサン的なって何かっていうと、ちょっとこう、明暗法、キアロスクーロって言うんですけど、明暗法を活かした、こう、で、影は初めに、あらかじめこういうふうに、陰影をつけておくような、です、水彩画ではなくて、なるべくこう、水彩絵の具で、描いていこうと思います。で、こういうのとか、こういうのとか、ここのこう角度とか、目でこう見てあげて、この辺かなとか。で、これぐらいになってきたら、こう、余分な線とかは消しゴムで消してあげたりします。消しゴムも、練り消しを使ってください。プラスチックの消しゴムは本当にいよいよ消すとき、軽めにこうやってまず、ね、軽くと消えますのでね、こうやってね、消えますので、で、ある程度形が取れてきたなとかって、もうちょっと玉ねぎの位置下のがええな、絵的には。ピーマンの位置はもうちょっと上のがいいかな。で、自分の目からですね、一番モチーフのディ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 と言って、一番近いとこどこか。お、これとほぼ同じぐらいですね。こことこの辺がほぼ同じぐらいやなとかいうことが分かります、うん、まあ細かいところも書いておきたかったら書いておいていいかなというふうに思います。この辺かなとか
で自分の目から近いほぼ同じでした、こうほぼ同じ、こことここほぼ同じでしたけども、近いところが分かってきて、一番遠いところでででででって行ったら、多分このナスビの一番ここの奥、ナスビのここですね、ここの奥が一番こう遠いかなっていうのが分かりますけども、で次にハイライト見つけてください。ハイライト一番白いのは目細めて見るんです、こういう時ね。一番白いとこはここかな。紙とか床が一番白いんですけど、それ以外に白いところというのを、ここかな。ここが一番。二番目はね、ここかな。玉ねぎのここかな。ここかな。ここかな。一、二。三番目はここのナスビのここかな。明るいとこ見つけてください。これすごく大事です。明るいとこ見つける。この隙間の形がちょっと違和感があるな。よいしょ、このくらいかな。ね。まあ、こんな感じですね。ある程度形が取れてきました。時間かけていいですよ、皆さんはゆっくりね。で、次はちょっと土台を作っていこうと思います。土台って何っていうことなんですけども、光が物に当たって、光が当たって影になって、で、ここを陰と言いますけども、陰影の陰ですね。で、陰とここ落ちたの A。陰 A みたいなのはちょっと大きくこう捉えていく仕事。例えばこれなんかもある程度こう真横からこれ光こう来てるんですけど、ここ全体影になってるんですよ、ここ。で、ここのとこに光がまた当たって。要は光の角度、方向によって、これでもここ影になってて。で、そこから落ちていく影。ね。ここもこう全体が影になってたり、ここのところでワンクッションあって、こう影になってるとかって。その、モチーフの中と外にある影、ある程度ちょっとつなげて考えてみて、そこを一つこうつないでいくという仕事を土台と僕は呼んでいます。で、まあ、初心者の人に向けてお話しますけども、私はこういうパレットを使ってます。で、もうこれはもうおすすめです。もうこれあんまり僕はこう、この画材おすすめですよって、そんなに言いたくないんですね。皆さんに合う合わないってあるじゃないですか。で、でもこれなんでかっていうと、別にこれホルベインさんのおすすめしてるというだけじゃなくて、ステンレスのものを用意された方が僕はいいと思ってます。で、ここが多ければ多いほどいいと思います。この、なんていうんですか、絵の具出し口、なんていうんですか、知りませんが。で、これが多ければ多いほどいいと思います。で、お金ないからプラスチックのでとか、あれでとかって言う、100円ショップでとか言うかもしれませんけど、これね、一生もんやと思ってください。要は何度も買い替えたりもせんでいいし、多ければ多いほどいろんな色出せますので、で、これやったらもう僕なんかたまにこうゴシゴシこう本当にこうスポンジとかで、びちゃびちゃにしてここのとこだけ洗ったりします。で、そういう風にこう、ステンレスとかのものやったら何度もこう再利用できますので、その辺っていうのは、ある程度いいものを買われた方がいいかなというふうに思います。口が多くてね。で、並び方、皆さんにとってこの並び方は、まあ、お任せします。売っているものをその順番に並べていったらいいと思うんですけども、僕は基本的にこっち側の方を、左側の方をなんか多く使う色。要は緑の、森とか自然とかの絵が多いので、こっち緑が多かったりしますけど、でもこちらも案外使うんですけどね。でもなんとなくこう並びをですね、こうグラデーションにしていってあげてほしいんですよね。隣接する色を近くにしていってあげるように置いていった方がいい。だから要は、買った時に並んでいるような並び方をある程度こう重視して、それでいいと思います。まあちょっと参考になるかわからんですけど、水彩色鉛筆なんかでも、ある程度並びが並んでるじゃないですか。こういうふうにほら、並んでますよね。大体綺麗にね。もしかして僕、ちょっと使った時に、この辺が違うとこから、引っ越ししてきた可能性ありますよね。これ、どっかから引っ越してきたっぽい雰囲気はあるけど、わからないんですけど、ちょっと、明度の高い明るい色からずーっとこう、赤からオレンジ、赤になってとかですね、ちょっと青っぽい紫系みたいになってとか、なんとなくこう、並んでたりする。で、そのまま、こっからここをここに、こっからここをここに、ぐらいの感じでいいと思います。まあ、24色セットぐらいのチューブ式の絵の具とかで十分かなと初めは思います。まあ、ホルベンさんが出してても、草壁団さん出してるやつとかでもいいと思うんですけども。で、こういうのに出して、僕はなるべく多めに出すようにしてます。多めにね。多めに。で、一時こう使っていない、パレットとかっていうのはこういうですね、100円ショップで売っているような霧吹きみたいなんで、霧吹きとか、
園芸コーナーに売ってたりとか、お化粧品の、コーナーとかにも売ってたりしますけども、こう水でシュ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 とこうやって少し柔らかくしておいてください。で、透明水彩は再利用できますので、再利用というか乾いてもまた使えるので、僕はもう目に出してます。ブリブリブリと。まあ、たっぷりつけておく。少しパレットがお見せできないのが残念ですけど、で、まあ、筆はですね、まあ、いろんな筆なんか使ってて、僕、本当筆もコロコロ変わるんですね。筆の、動画とかも上げてますけども、まあ、初心者の方だったらば、こういうふうな、こう、大きめの水を多く含むような、こう、なんていうんですか、こういう筆ですね。これ、ラフィーニかなんかっていうね、名村さんが出して、僕、これはすごく、こう、いいかなと思います。おすすめしてるというわけじゃなくね、これすごくこういいかなと思います。とか、こういうこう、ちょっと平筆やけども、ここに含みがいいような筆。これはアルテージェさんですね。あとはよう使うの、これ、平筆ね。こういうこうデザインのこうなんか、中学生とかがデザインとかで使うようなポスターカラーとかで使うような平筆も案外僕使います。あとはまあ細かい瞑想筆とかも使いますけども、ちょっと今日はこの辺の筆を多めに使っていってみましょうかね。丸筆をね。で、もちろんこれデッサンとかもう少ししてもいいですが、少し例えばこの玉ねぎと落ちた影みたいな色ですね。で、まあ、落ちた影みたいなのはこう、寒色と呼ばれる青っぽい色とか、が案外いいですよっていうのは僕は言うてるんですけど、まあ、あんまりこう、細かく考えないでね。ちょっとイエロー化みたいな色と、これはプルシャンみたいな色かな。玉ねぎさんの土台の色として、このぐらいかなと。ちょっと自信なかったらこういう風にですね、他の紙用意しておいて、玉ねぎと、の土台と。これ用意しておいてもいいかなと思います。よいしょ。で、玉ねぎの陰影みたいなのとかを少しドーンとこうつけて、水だけでこう大きくこうドゥーッとつけて、もうちょっと青い方がいいかなと私は思ったんで少しね。で、水でこう、でもうちょっと紫っぽい方がいいかな。という感じでですね、影と、落ちた影とモチーフの中の影をちょっと一つにしながら描いてきました。で、ちょっとこれやったらばなんかもう固有の色とこう離れすぎてんちゃうのとかっていう風に思われたら、ちょっとそういう時はね、不安やったらば、ちょっとこうですね、玉ねぎさんの色に近いような色を、ただ大事なことはハイライトね、ここね、ちょっと大げさに書いてますけど、こういうとこ塗り残しといてあげてくださいね。よいしょ。ここの辺もちょっと塗り残すような気持ちで、で、この、ここ、両線と言います。これちょっと難しいんでね、また、別の皆さん動画とかも参考に立体感とかの出し方なんですけども、難しいですけど、こういったところは、ちょっと別の動画とかを参考にしていただけると非常に助かりますが、ちょっとこう、形が、要は反射光と言って下からの光がこう、ガンとぶつかっていて、白い、白い、下の床ですね。床というか、こう、下のところが映り込んでいるというところが、こういうふうに反射光というふうになっています。土台を作っていってます。今これ何をしてるかと、こう何をしてるかと、ちょっとこう多すぎたなと思ったら拭き取ってあげたり、ティッシュとかを用意しておいて、ティッシュとかを用意しておいて、少しこう、毛の筆をと、あれを取って、少しこういうところですねとか、こういうところとかのグラデーションとか水だけでこう描いてあげたり、同じような気持ちでちょっとこうですね、この影の色は土台は同じねような感じにしつつも、今度はこのですね、ナスビさんをいってみましょう。影と一体化。でその際に難しいですよね。これデッサン的なあれが必要ですけども、影と一体化。
か。で、ちょっと紫色。両線。また同じですね。玉ねぎの土台もちょっとここに書いておこう。これに、少し今この紫をつけていってると。で、その際にちょっとこう、例えば青系みたいなものとかで、土台を少しこう作っていったり、両線と呼ばれるところに、反射光と呼ばれるところとか両線とか少しこう濃いめに描いてあげたりとか、こういうところがグー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 、でちょっと水でまた拭き取ったりとかして、こういうこうグラデーション、影の向こうの方のグラデーションとかはちょっと紙になじますように描いておいてあげたり、同様にですね、この土台となる色というのは、また同じようにこう作っておいて、デューッと塗ると。で、こういうところですね、輪郭のところ、モチーフとモチーフが接するところ、これ超大事ですよね。ものすごい大事です。これもモチーフとモチーフが接するところですね。で、こう、オレンジ色やったらオレンジ色。ピュッ、おー、一気にいくね。ピュッピュッ。ちょっとこっちが乾いてから進めた方がいいんですけどね。まあ、ここ反射光が映っているから、ちょっとこちらにこう入れておいても面白いかもしれないですね。ここちょっと映ってますね。こういうところはね、意図的にこう入れておいてもいいかもしれません。これがここに映っている色が見えてくるんですよ。皆さんもそうやってこう絵描き続けてると、世界の見え方が変わってくるんじゃないですか。で、同じように、ピーマンまでやっておきましょう。また同じこの、これも全部ですね、一緒ですけど、土台に、まあ、ローシェンナみたいな色と、ちょっとこう、プルシャンブルーみたいな色を入れてるのかな、インジゴみたいな色かな。これね、デューッと、ちょっとこう青が強すぎましたね。で、これは影、全部影になっていて、で、落ちてる影っていうところまで、モチーフに描いておいてあげると。で、このグリーンはどれぐらいのグリーンかなということで、これぐらいにしましょうか。いや、もっともっと青い、こちらの方がいいかな。これぐらいかな。要は他のとこを描いてるときに他をこう乾かしていくというような感じで、一箇所に集中的にいかない。非常に大事ですよ。で、これなんかもう完全に入りすぎてますんで、おお、やばいやばいやばい。ね、やばいやばいやばい。これ土台という感じでございます。もうちょっとこう粘れるところがあるなら粘っていかれてもいいと思いますけども、少しこのハイライトがぐっとこう明るく見えているなっていうところの周りなんかはちょっと濃いめの色とかを置いておかれてもいいかなと。それで土台が終了でございます。ある程度乾いてきましたので下地がですね、次は固有の色を少し塗り分けていくような作業をしていってみようかなと思います。で、まあ、私個人的にはパレットをよく掃除する方がいいかなというふうに思います。手前の方をすごくこう描きたくなる気持ちもわかるんですが、なるべくちょっと後ろの方ですね、奥の方のものの色をある程度決めていきながら、前とのこうバランスみたいな、要は後ろってやっぱ奥行きを出すためには必要なので、後ろをしっかりとこう描いていきながらですね、後ろをどういうふうに描くかというわけで、ナスビですね、今紫色とフタロブルーやインジゴみたいなのを少し混ぜながら作っていきました。で、物の中の方、中の方って分かりますかね、
輪郭ではなくて中の方、輪郭の方にはあまり行かずに中の方にちょっとこう中心に描いていくと。で、反射光、稜線なども意識しながら、あまり奥の方をちょっと濃いめに描かないように。で、薄くこういうところは薄くこう水で溶いたものとかで、もうちょっと赤が強いなと思ったら、クリムソン冷気みたいな色とか使ってですね、冷気系とかを混ぜて、ちょっと青に混ぜてみるとかして、でやっぱこうピチッとこうしてたりするとか、気になるようやったらちょっと水を多めにこう溶いたもので、奥にグラデーションをかけておいてあげたりとかすると。で、例えばここなんかは、反射光でここのオレンジ色が少し入ってきてるんですね。でそういったところを見逃さないようにして、オレンジ色とかを少しこちらの方まで入れてあげたりとかしてですね。でここも2段階ぐらいでこう稜線が見えてくるなと。でこういったところは観察、よく観察することをお勧めします。輪郭を少し弱めておいたりとか、こうヘタの部分とかですね、こういうところにも反射光があるとかですね、下地の色も残しながら、濃くなっているようなところとか、せやないところをよく見ながらですね、観察する。モチーフとあまりこう僕今見てっての通り結構首動きますよね。本来はほぼ首を動かさず目だけでこう動かすようにして描いていってあげることが大事です。初心者の方特にそうです。あまりこう首を大きく動かしたりする位置にモチーフを置かない、もうほとんど 目だけでこ うっていう、どうしても私はもう動画を撮影しているので、このモチーフ自体も寝かせて描いている、もうちょっとこう自分にとって立てて描いてあげたりとかした方がもしかしていい場合もありますしね。それ一概には言えません。その、やっぱ水彩なので、こう水の、こういうのを活かしながら描いていくので、あまり立てては描きにくかったりしますので、描き込みの時なんかはもう本当立てて描いた方が楽です。やっぱ楽です。ちょっと水を多めにこうしたものとかで。で、少しこう、後ろの奥のところですね、こうグッとこう、例えばここの前後関係なんか見ると、こっちの方が強かったりしますよね。少し不安やなと思ったら、もう焦らずに、ちょっと拭き取るぐらいでいいです。拭き取ってあげるぐらいで奥行きみたいなのを少しこう、押さえてあげることによって、少し奥に行きますよね。でなるべくこう、隣接しないものから描いていった方がいいので、次は玉ねぎやピーマンを描いていきましょうか。で全くこの紫系の色、今使ったような色と違う色やので、今から使う色は全く違う、オレンジ系とかね、なのでもう完全にパレットを掃除するとか、水入れとかもなるべく水が多く入るやつを用意された方が失敗は少ないです。ちょっとオレンジ系で必ずハイライトを塗り残す、もうこの意識はねものすごく大事です。で塗ってみて、固有色塗ってみて濃いなと思ったりしたら、水を多めにしてあげたり、ちょっと違う色を少しこう差し込んであげたりとかしながら、一回一回にね、わーっとならない、焦らない、水でこういうね拭き取った筆で拭き取ってあげるとかですね。で稜線と呼ばれるところは少しこう強くなってくる、ここですね、であるとか固有の色を、2層目が重なっていくと、こういうのを2層目を重ねていく。でビューッとこうね、稜線をして反射光と呼ばれるところは少しこうビューッとグラデーションをつけておくと。それでもこの前後関係みたいな難しいな思ったら、ちょっとティッシュで拭き取っといてあげてですね、ちょっと奥にしておくとか。
ね、玉ねぎのちょっと固有の色ができてきました。少し濃いところもね拭き取ってもう乾き出してますね。次はピーマンの固有の色を描いてあげましょう。また全然違う色なんで一回拭き取りましょうか。よく観察することですね。どうなっているのかな。またここの奥のところなんてちょっとオレンジ色感じるんですね。結局はもう向こうからのこうですね、オレンジ色がね。で少しじゃあ、人参の方にまで、行きましょう。少しこうパレットは掃除した方が良さそうですね。かなり鮮やかな、オレンジ色ですので、ちょっと濃いめにね。こういうのは拭き取った方がいいですよね。もうすぐ取ったらある程度取れますのでね、ほとんど取れますのでね。でこちらもグラデーション、こちらもグラデーションね。そういう時は水をつけてピュー、特に同じようにね、こちらもグラデーションピュー。それぞれの2層目の土台というのがこうできてきましたね。で今ちょっと問題となっているのはモチーフとモチーフから落ちた影ですね。ここのところというのを次の課題かなというふうに思いますので、その前にやっぱりこれしっかりと乾かした方が、このぐらいで乾かした方がいいかなと思います。まあ、真上から乾かしてあげると水が広がるようにいきますよね。斜めからするとそちらの方向に行きます。まあ、そういったこともこうテクニックの一つですね。まあ、ある程度、乾いてきました。で次はですね、モチーフと影の関係をちょっとこう描いていくんですけども、モチーフよりも暗いところというのが何箇所かあります。影ね、影の中のね。でそういうところを探していきます。でないモチーフもありますので、ただ今回はこの玉ねぎに関しては、例えばここピーマンやったらね、ここ。人参やったらやっぱここですね、ここ全体的に。こう、ナスビに関してはないですね。でもこの一番接しているところとか、そういうところとかをちょっとよく見てあげる。もうとにかく今モチーフをじとじと見ています。で、ちょっと細い筆にしましょうね。まあ少し細めの筆を何本か用意しました。何本かね。まあこれから行ってみましょうか。そういうところは、初めに置いた土台の影みたいな色に近いような感じで、少し置いてみて、この辺からはちょっとね、もうおじさんは老眼がひどいので、モチーフより暗い、色、ぐっと置いてあげて、勇気いりますけどね、ぐっとこう置いてあげて。で、これをまた、細かい仕事ですけども、グラデーションを少しこうかけてあげて、で影もなんかどういう風に落ちてるのかなとかっていうことをちょっと見てあげてください。このぐらいの段階で一回こう余分な鉛筆の跡を消してあげてもよかったですね、今ね、みたいなね。で例えば人参さんのこういうところですね。でこのモチーフと接するところというのはやっぱ緊張感を持って描いてあげる。で これをまたグラデーションをかけるという。ここなんかちょっと反射光が強すぎますけどね、ちょっと明るくなりすぎてますけど、こういった感じで、何箇所かあるそういったところを着目して、で、少しこうモチーフと、土台の関係みたいな、地面の関係みたいなのが見えてきましたね。しっかりちょっと乾かしておきましょう、この辺でね。で、一度こう余分な線とかを少し消していきましょう。
で自分の中でハイライトはどこですよとか、あその辺は絶対に忘れないように余分な線をまず消しておきましょう。この辺でね、常に画面は汚さないようにしながらですね、水彩が塗られたところとかはもう消えませんので、ちょっとその辺は書き出しの段階から慎重に行く部分は慎重に行っておかないと消えないっていうところもあります。でこのぐらいになってきたら一度どっか僕は部分的にでもいいから書き込みっていうのを少しされてみることをお勧めしています。これは何でかというと一箇所でもはみ出してしまうんですね。で例えば今回やったらば、玉ねぎみたいなところとかを少しこの見せ場にしてあげようかなと、玉ねぎの中でもどこかなとか自分でですねこう決めて、ここの部分、玉ねぎの中のよりここの部分をみたいな気持ちで、少しこう重点的に決めてあげて、少しこう書き込みみたいなことをしてあげたり、外側のから決まってくる形みたいなのをちょっとこう大事に書くところみたいなのは大事にこう書いてあげて、輪郭からこう決まってくるみたいな仕事とかですね、形がぐーっとせり出てくる前に来るような形とかっていうのはちょっとまず書いてあげて、後からどうせこういうところとかね、反射光で奥に回っていくというようなところとかも書き込んでいくんですよ。でもとりあえずですね、とりあえず手前のところだけでもまず書き込んであげたりとかすると、画面の中で若干の破綻というか、ここだけちょっと書いてしもた、やりすぎてしもたみたいなところを僕は作ってあげます。でよくこう画面を離れてみたりとかして、その破綻が起きているようなところに対して他のところっていうのはどうかなというのをこう見ていくようにしていってます。結構こう初めての方というのはちょっと離れて見えなくて、こう近視眼的に盲目的にこれだけとかっていう風になるんですけど、ちょっとこうこれぐらいを少しやった後に離れてみたら、あれもうちょっと周りのとここう書いた方がええかなとか、こうした方がええかなっていうのが見えてくるようになってきます。これがだから3層目になってきますよね。もうだから3層目4層目ぐらいである程度しっかりと完成に近づけていく仕事ができることがやっぱり理想です。あまりにもこう初心者の人はもう何度も何度も不安や間違えてる、違うんちゃうかと思ってこうやりすぎてしまうんですけど、ある程度この時3層目ぐらいでもうね、塗り残すとか塗り残して決めてあげるぞっていう、仕事は決めてあげるぞという気持ちでやってみてください。よいしょ。これぐらいになってきたら、少しこう水で薄めたようなんで奥に回っていくような仕事とかも少しこう見てよく見てあげてこう書いてあげると、やりすぎたなとか思ったらちょっとこうティッシュとかで奥に回っていくような仕事とかをトン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 とやってあげたりとかしてですね、少しね密度が上がってきましたよね。次はじゃあピーマンの方の、例えばこういう中のとこに、あ本当は白いこういうヘタの部分があったぞと思ったら、例えばこう水だけで溶いたものでちょっと拭き取って明るくしておいてあげて、少しよく見てぐーっとヘタのところとかを少しですね、少し明るくなってるなっていうところは絵の具をつけながら、例えば今こするような仕事をしてきました。少しこう黄色く見えるなとかっていうところをまた拭き取って、あまり拭き取りすぎるとやっぱり髪は傷みます。だからちょっとその辺というのは慎重にやらなきゃいけないですけど、最終手段としては拭き取ったりとかっていうことも、まあ書く方法の一つです。でハイライト見てみると、少しこうただ塗り残したみたいな感じになってますよね。でそういうところをちょっとこう周りのところをこうギュ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 とこう水だけでこう溶いたものとかでグググググググとやってあげて、少しこう輪郭を弱く、ハイライトの輪郭ですねを少し弱くこうするとか、水、きれいな水ですよ、影のところなんていうのもぐっとこう決まりすぎてるなと、
いうとこ少しこういう風にしてあげたり、いよいよなったらこう激落ちくんっていうねやつありますよね。あれでこうゴシゴシとちょっと拭き取ると少し絵の具取れます。ただ本当にこれ最終手段に僕はした方がいいかなと思ってます。もう完全に髪が痛みますね。だからその上に描いていくのがどんどん困難になっていきますので、トゥントゥントゥンと描きました。じゃあちょっとこうナスビの方ね、もうちょっとこう濃厚にやってもいいんちゃうかっていうのが見えてくるんじゃないですか。ちょっとやっぱまた大きめの筆がいいかなと思いますので、ちょっと大きめの筆ですね。グッと濃いね、グッと。難しい色ですね、ナスビの色ね。モチーフの中の方はある程度濃く、輪郭とかで黒白、髪の白さとかとぶつかるようなところっていうのはちょっと慎重にやらんといかんですよ。何言ってるか分かります？そういうところは少しね、上手な嘘をつく。でここの白さなんていうのは本当薄くですね、そんなハイライトではないので、でもこれちょっと白くなりすぎたなと思ったらまたティッシュで拭き取ってあげたりとかしてね。でこう、こういうところの輪郭みたいなところは少しこう水で拭き取ってね、ここもハイライトですけど。で薄くこう薄くこう輪郭のところを拭き取ってあげて、で土台ができてきました。ちょっとこのあんまりこう鮮やかさをこう人参さんなんかは、消さないようにしながら作っていきたいですよね。それでは最後の描き込みをしていきたいと思います。こちらの作品をですね、最後描き込みをしていきたいと思いますけども、注意する点というと、しっかり描いていくことでしょうかね。常に全体の中での部分みたいなのを見ていく気持ちを忘れないようにしていくことが大事なポイントかなと思います。少しでもちょっとこう密度を上げる仕事をぐーっとこうするところは1回2回してみてですね。で、それが画面の中でどういう風なバランスになっているかなとかっていうのをまた周りと見ながら確認するという作業ですかね。とりあえず見せ場となるようなメインとなるようなところを少しこう描いてみて、それに対して周りのところはどうなのかなとか、立体感とかっていう回り込みであるとか、そういったところがちゃんと描けているかなとか、そういうのをこう描きながら確認しながら繰り返していくと。一番白いとこで2番目3番目みたいなところも忘れずに、書き込みはするんですが、その辺のバランスとかを見ながらですね。ほんの少しだけナスビにも逆転しているようなところが見えましたね。影とモチーフですね。ちょっと先ほどと少しだけ気づいていなかったこととかにも気づいてきました。ここにも影があったりですね。あまりも拭き取れませんけどもね、ちょっとこうもうちょっと明るくしたいなっていう時はこう水とかでですね拭き取ってあげる。こういうとこの輪郭もちょっと強いなと思ったら少しですね拭き取ってあげて抑える。この辺にあってまた奥に回っていく。
が見えるように描く。ハイライトなんていうのは本当にこうモチーフのその質感を出すにはもう本当もってこいなんですよね。ハイライトのところの描写描画をよく見て、そこにどういうこうあの光り方をしているかなということで、モチーフの質感、質を感じさせる質感というのは出しやすくなります。ちょっとですね、こういうの難しいでしょうけど、ちょっとここのところみたいなところに、窓があって空が今青空なんですけど、ほんの少し映ってたりするんですね。ちょっとそういうのも面白いなと思いましたので、ちょっとここのところにはそういうこう、映っているような色を少し差し込んであげると、モチーフが置かれている状況の複雑さであるとかですね、そういったものも描けます。まあ、ある程度こう絞り込んであげてもいいと思うんですけどね、こうその辺は省略しようという人は省略してあげて、それでも一番のハイライトに見えるかなとかっていうことを確認をするということもしてください。全体的にね、だいぶこう仕事が、複雑になってきて書き込まれてきているのがわかるかなと思います。ぐるーっと一周してまたここをね書いてあげると、これはピカビアさんの筆ですね。ただただ手数を入れればいいというわけではなくて、やっぱりモチーフに対してちゃんとこう質感として出ているかなとかですね、逆に描きすぎちゃいないかなとか、そのあたりのバランスはちゃんとこう見ながらですね。なんかもうちょっとこうね、ナスビが迫力が出てきてほしいですね。迫力迫力、この辺はね、私自身でしかわからないような感覚みたいなとこありますけどね。これ実家の庭になっていたナスビで、立派やなぁと思ってですね、うん。でも、奥行きみたいなことは、少し考えながらやらないと手前にギュッと出てきてしまうんで、その辺っていうのが難しいところですね。だから中の方を中心に描いていって、ちょっとここのグレートーンみたいなの難しいので、ちょっと白を少し入れながらですね、グレーみたいなのをちょっと作ってみましょうかね。私個人としてはそんなに白は使っちゃダメという派ではないです。一応ね、透明水彩の絵の具の中に入ってますからね、はい、グレーによって何か違った印象になることもありますしね。少しですね、こういう人参さんのですね、こういうところにある白さみたいなのもちょっと描いてみたりとかね、泥のような土のようななんか感じなのかな、そういうのでよりリアリティが増してきますので、チャイニーズホワイトですねと何かちょっと色を混ぜたものとかを混ぜてみたりしました。でやっぱ影とかは常に見といてくださいね。奥にちゃんと抜けていっているかなとかですね、輪郭がちょっと強すぎるかなとか、そういったこととか、ちゃんとこう奥に抜けていってるかなとかですね、そういうのも見ながら描いていく。反射光なんかも少し描いてもいいかもしれませんね。こう輪郭が回り込んでいくところとかにあまりこう強すぎるような色を置かない方がいいんですが、その辺もこうギリギリのところまでこうね、どこまでいけるかなっていうことをこうちょっとチャレンジしてみたりとか、こういうところとかもね、なんかちょんとあるようなものとかを少し消してみて、してみるとかですね。ここなんかもね、ちょっとね、なんか向こうの空のですね、青い色が映っているんですね。回り込んでいくとことかね、まだ描きながらも、人参が映っているね、ところとかね、
いろんなこう色であるとかが複雑に響き合うことによって、ですね、モチーフのリアリティみたいなのがちょっとずつ増してきている感じしませんか。輪郭のとこがちょっと強すぎるかなと思ったら、少しこう拭き取ってあげたりですね。待てけと念じる、待てけと念じながら書いてます。質感出てこいと。というわけでいかがですか、90分で描きました。ちょうど90分で描きました。かなり丁寧に頑張って教えたつもりですので、皆さんもですね、ぜひぜひこう身近なモチーフとかですね を描いてみる、ということもされてみてもいいかなと思います。ポイントとしてはやっぱり質の描き分けであるとか、ハイライトであるとか、構図であるとか、まあ、いろんなポイントありますけども、本当に身近なものも絵になるということでございました。皆さんもぜひ頑張ってやってみてください。では、チャンネル登録よろしくね。ピー。